どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ですね、いろいろ引っ越しの準備が進んでいます。で、今日は外に出て撮影しようかなというふうに思ってたんですけども、あいにくの雨なんです。なので今日もちょっと家でダラダラと喋る動画にしたいなというふうに思います。でですね、まあちょっとまだこの撮影している段階でネタがあんま思い浮かんでないんです。なのでちょっと皆さんのコメントをちょっと読んでいきたいと思います。尾崎豊さん、やっとホテル配信も安定にできそうですね。僕的にはどんな時も Wi-Fi が容量無限なのでおすすめですが、ということで、そう、やっとこう身軽な Wi-Fi 環境というのを今更ですけども構築しつつあるので、はい、ちょっとしばらくこれでやってみようかなというふうに思います。ありがとうございます。まいまいさん、こんにちは。ベッドもなくなるとかなり広いですねと。まあ、懸垂バーは引っ越し先に持っていきますか。息子もショッピーさんの真似をして懸垂バーを購入したいと言っていましたと。前に中島さんの自宅にあった突っ張り棒タイプの懸垂バーが欲しいと言っていますと。引っ越し先でのルームツアーぜひやってほしいですということで、ありがとうございます。懸垂バーですね、今のところ持って行こうと思ったんですけども、ただ次の物件では本当にこうワクワクするものだけで囲まれて帰りたいっていうか、もう出たくない家にしたいぐらいの思ってるんですよ。次の物件に行ったらまあ邪魔だなというか、気が散るなっていうか、掃除しづらいなっていうふうに思っちゃうかもしれないです。ってか、もう思うと思います。で、その京都にいる中島さんのお家にお邪魔した時に、中島さんはその廊下に懸垂バーを取り付けてたんですよね。ミニマルな。いやいや、あ、でも結果ミニマルになってるかもしれないです。ちょっと先に上がっといてもらっていいですか。はい、お願いします。で、僕も中島さんはその懸垂バーでこう懸垂してる時に、あ、めっちゃいいじゃんって思ったんですよ。僕もあれ買おうと思ったんです。なんですけど、ネットで調べてたら、その懸垂バーを取り付ける部分、壁のところになんか穴を開けて六角レンチを固定して、それにこうバーを固定するっていうのが、多分ほとんどかなっていうふうに思ったんですね。僕はその賃貸の壁に穴を開けるのはもう絶対嫌だっていうふうに思ってたんで、あ、中島さんどうしてんだろうなっていう。お、どうやらなんかありそうですよ。なんか取り付け部が樹脂になっていて壁を傷つけない懸垂バーっていうのがあるみたいです。ブログ書いてる人のその体験談見ると、体重70キロで懸垂できたっていうふうに書いてあるので、あ、これいいですね。もうなんかアマゾンさんで調べたらいろいろ出てきましたね。こんな感じで取り付け部のところが樹脂製になっていて、その壁を傷つけないようになっているということで、あ、これは良かったです。じゃあもうこれを買いましょう。買うのは新居について落ち着いてからでいいので、とりあえずカートに入れておきます。壁を傷つけずに自宅で懸垂するためには、このぶら下がり健康器しかないかなというふうに思ってたんですけども、突っ張りの懸垂バーがあるということなので、もうこのぶら下がり健康器は手放したいと思います。最後記念にやっていきますか。いいですね。ショッピンさん、なんでそんなに鍛えてるんですか、モテたいんですかっていう人いると思うんですよ。そんなに筋トレして無駄じゃないですかっていうふうに思った人いると思うんですけども、僕がトレーニングをする理由っていうのはテストステロン値を上げるためです。はい、男性ホルモンを増やすためですね。で、なんでそれやるかっていうと、仕事で結果を出すためです。仕事でどんどん結果を出せれば、もっとより多くのお金が入ってきて、それをスキルだったり経験だったり活動範囲を広げることに使えば、どんどん身軽になっていって、そして世界中でオフ会ができるかなっていうふうに思っているので、なのでそのためにはやっぱり肉体は大事ですよ。肉体と脳、そして心はつながっているわけなんで、なのでトレーニングっていうのは僕はもう欠かせないです。筋肥大をするっていうことになると、多分ハイザップとかオールドジムとかに行く必要があると思うので、ちょっと僕はその域までは達してないんですけども、ジムで1時間トレーニングとかってやっぱ時間がちょっともったいないかなっていうふうに思うので、なので家で1日10分ぐらいでできて、ちゃんとこうテストステロン値とかがもう上がっていく、心臓バクバクにするっていうトレーニングを今やってるんです。はい、ちょっと話がそれましたね。じゃあ、懸垂バーを粗大ごみに出したいと思います。どれでしょう。あ、これですかね、筋力トレーニング器具。135センチありますね。なので高さ90センチ以上と。はい、完了しました。よし、じゃあ今から粗大ごみシール買ってきます。
まあ確かにしとしとして足元も悪いですけども、でも気温が涼しくてすごい快適なので僕は好きですね。皆さんどう思います？お、今日も元気にやってますね。はい、 OK、 ただいまーす。よいしょ、じゃあ会議行ってると、はい、ありがとうございました。はい、ということで次の物件ではここに懸垂バー、突っ張りバーのような懸垂バーをつけてそこでトレーニングをしようと思います。もう絶対そちらが身軽ですよね。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。今回は懸垂バーの、まあ、ブラッシュアップですね。要するに向こうに行ったらさらにいい懸垂環境を作るための、今回はちょっと今あるものを手放していくっていうことをやってみました。はい、なので次引っ越した先では本当に気持ちいいものだけに囲まれるおしゃれな家にしていきたいなというふうに思ってます。この物件から次の物件でどうおしゃれにできるんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、そうでも僕も今ちょっと必死に情報を集めてます。インスタグラムで必死におしゃれなインテリアをタグってますんで、はい、それをもとにちょっと次の物件では頑張りたいと思います。おしゃれな家にするためにはこういうところを意識した方がいいですよ、こういうところがポイントですよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。いつさん、はじめまして。コメントするのは初めてですが、いつも拝聴しております。急遽引っ越しをしないといけなくなりそうなのですが、まず引っ越し業者を使ったことがないので、どんな感じに梱包したらいいとか、引っ越しする時の手続きとか、こと細かに時系列でもいいので動画にしてもらえるとすごく助かります、ということでありがとうございます。そういう場合はですね、全部梱包も全部やってくれるっていう、そういう業者さんがいます。アート引っ越しセンターだったかな、ドラえもんがイメージキャラクターのところだったと思うんですけども、そこは女性スタッフが来て全部梱包もやってくれて安心っていうのがあるので、ちょっとそこをですね、ちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、そこにちょっと電話していただければ、こっちは何もせずに引っ越しができるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということで今から仕事に戻るんですけども、余力があったら次のシーンでなんかブログみたいなことをやりたいなというふうに思います。はい、ということで一旦今回この辺で動画を失礼します。ありがとうございました。はい、今コンサル生産に連絡を返したりとか、その他もろもろ作業したりとかしたんですけども、今15時になりました。でまた18時からちょっと予定が入ってますので、あと3時間しかないと。でその中で動画編集とかやろうと思ったらもう時間がないということで余力がありませんでした。まあ、でもこうやってできることが増えているのは本当にありがたいことなので、これからも応援のほどよろしくお願いします。こういう動画見てみたいですっていうのがあったらリクエスト、コメント欄でお待ちしてます。